フランス東インド会社、フランス東インド会社、フランス東インドが医者は、フランスで1604年にアンリ4世が、対インド貿易でのオランダとイギリスの独占に対抗して組織した特権会社である。1664年に、重症主義を信奉する財務総監、コルベールの下で再組織され、ルイ14世によって認可された。 国営貿易会社となった。本格指導がイギリスやオランダより半世紀以上遅かったが、植民地経営と商業利権の獲得を目指した。1719年、財務総監ジョン・ローにより、フランスが展開していたすべての国営貿易会社、製法会社、セネガル会社、アフリカ会社、ギニア会社、サンドマング会社、 品会社と、東インド会社と統合されて、インド会社と名を改めた。この時に、株式も、王立銀行の銀行券と統合されたが、バブル崩壊によって、1725年に銀行から分離。1731年、アフリカとルイジアナ貿易を切り離して、再び東インド会社と名を戻して、業務を続けたが、一般には、以後もインド会社と呼ばれた。 このように、東インド会社、あるいは、インド会社という名称ではあるが、貿易の対象はインドに限定されるわけではなくて、世界各地に及んだ。特に18世紀以降の実態は、国営貿易の総合商社であった。1769年に一旦廃止されるが、1785年に財務総監カロンヌによって再建され、貿易会社として1795年まで、 活動した。生産に関して、インド会社汚職事件を引き起こしたが、これはダントン派の粛清理由となった。残務整理が終わる1875年には、インドシナ銀行が設立されて、ポンディシェリ等における金融業務を継承した。フランス東インド会社は、隣国のオランダとイギリス、イングランドに習って、1604年に案利4世によって15年間の、 有限の独占特許状を与えられた会社組織として創設された。これは前年にフランスからのインド航路が開拓されたことに触発された出来事であった。1635年、最小リー主流もマダガスカル島に中継港を作ってインドとの貿易を活発化させようとしが、これらの試みは失敗に終わり、オランダとイギリスの貿易独占を崩すには、 至らなかったそれで、東インド会社の構想はしばらく放置されたが、ルイ14世が申請を始めてからは、情勢が一変した。重症主義の国策として採用されたからである。財務総監コルベールは、同盟国であったオランダ東インド会社を模範として、会社を抜本的に改組した。1664年6月5日、12名のパリの 大商人を直命で指名して委員とし、コルベールを委員長とする会社運営委員会を設立した。会社の資本金は1、500万リーブルと決められた。その出資の内訳は、5分の1の300万リーブルを国王が応募し、王妃と王太子は、それぞれ6万リーブルをコンデ大公とコンテ大公、コルベールは3万リーブルを応募した。 宮廷全体では200万リーブルの現金を供した。高等法院とが、それぞれ200万リーブルが65万リーブルを引き受け、リヨン市が100万リーブル、パリ市が65万リーブル、ルーアン市が55万リーブル、ボルド市が44万リーブルなど、ほとんどの都市が人口比で割り当てられた。ルイ14世の命令によって設立された、新しいフランス東インド会社の定刊では、 6000リーブル以上の株主からなる株主総会が毎年開催され、会社はインド貿易、東方貿易、南方貿易の特権を50年間保持すること、中継地となるマダガスカル島、ウルボン島、ゲンレユニオン島、フランス島、ゲンモーリシャス島の占領地の領主権を持ち、インド諸へ施設を派遣する権利、外交、公戦の権利、 艦隊編成に必要な資材の免税特権が与えられた。ただし、マダガスカル島の特権は、すでに1656年から20年間、リシュリュースウス気境の多いであった、メユレイ公爵に与えられていたので、買い取りが必要になった。東インド会社の初代の長官は、オランダ東インド会社に30年以上勤務し、平戸のオランダ商館長、台湾行政長官、 バタビア商務総監を歴任したフランスはカロンであった。1665年の第1回の公開は300トンの3隻の商船とコルベットからかなる小ネ団であった。第二次英乱戦争の煽りでキトで一隻がイギリスの手で沈められた。この報道が会社の信用を落とし、第3回の公開までに会社は資金難に陥った。株主総会で パリ市長と重役たちは、マダガスカル島の植民地建設に莫大な資金が継ぎ込まれていることに抗議して対立した。コルベールと国王は植民地経営に固執したが、マダガスカル島が不毛の地であるという報告を受けて、1669年についに断念し、会社はインド貿易に専念することになった。その後、会社は1673年を除く、 毎年艦隊を発して、順調にインド貿易を続け、1669年から1674年までは、会社資本金を2700万リーブルまで増額した。このうち国王の出資は150万リーブルで、残りは株主が払い込んだ。1672年、インド半王より、インド東海岸のポンリシェリを与えられ、翌年に、ここを拠点を築いて、フランスは、 インドの内陸にまで勢力を拡大した。1674年から1706年まで、ポンディシェリ召官長の地長官として在任したフランソワ・マルタンの功績によって、ポンディシェリは中継貿易基地として繁栄するようになった。しかし本国では1680年より、対インド貿易は赤字を続けたため、株主の8分の7が新規の払い込みを拒否し、 1684年の株主総会で生産が決定された。翌年、コルベールの息子セニュレー公爵の尽力によって会社は再建され、新党インド会社として設立された。資本金は168万5690リーブルで、今回や宮廷は出資せず、主に大臣や商人らが出資した。11人の重役はセニュレーが任命し、1687年には、 重役は20人となった。事業は国王らの指し図を受けなくなったことでむしろ繁栄し、1687年から1691年の配当は30%であった。会社がインドから持ち帰った輸入品の90%以上は織物で、中でも染色されたナッセン物が多く白布は稀で、絹よりも麺がほとんどであった。ついで胡椒やコーヒー、茶、メスキ。 小石などがあった。南方貿易では、東南アジアで、大のアユタヤ王朝に食い込み、ナーラーイオーの改修を目指して相互に、外交施設を交換した。ルイ14世の宮廷を訪れたアユタヤ施設は、フランス貴族たちの関心を集め、1687年アユタヤに到着した、フランス施設は、メルギニ軍を中流することを認められたが、1688年の、 大久低でのクーデターによって、仏教勢力が盛り返し、国を覆われた。1693年、英仏植民地戦争によって、ポンディシェリは、オランダ軍によって占領された。マルタンは、シャンデルナゴルに移り、ここを新たな中継基地とした。1702年の戦隊の準備で、資金難に陥った会社は、国王に救済資金を請願したが、85万、 リーブルの貸し付けを与える代わりに、重役にも4万リーブルの出資を命じ、株主にも負担を求めた。この決定は、この年の株主総会で、株主の強い反発を受け、1710年より、会社は全自生産を始めた。ルイ15世の時代になると、セッショウオルレアン公は、ジョン・ロウの大規模開発計画を取り入れた。ロウは、製法会社を創設して、 ルイジアナ開拓をはじめ、それを王立銀行と結びつけた。1719年、ローはフランスが展開していたすべての国営貿易会社を統合し、インド会社とした。インド会社の株と王立銀行の銀行券も統合され、実態に見合わない、急速な投機が始まり、バブル経済が発生した。1720年、インド会社は、 建設中も含めて300隻の大艦隊を招致するようになった。事業の発展を見越して会社株はますます投機され、株価の冒頭の後で強行が起きて、ローは失脚した。1725年、インド会社が王立銀行やルージアナ計画から切り離された。1731年、アフリカとルージアナ貿易を放棄して、 東方貿易に限定した東インド会社として再スタートした。一方、インドでは総督ジョゼフ・フランソワ・デュープレックスがカーナティック同盟を結んで南インド諸国を参加に収め、一時は中部、南部インドでイギリス勢力を圧倒した。デュープレックスはまたしたビルマのパゴをペグオトとするモン王国に援助を与えてビルマ進出も図ったがアジアでの多大の出費を嫌う。 本国政府によって召喚された。その後、上、ビルマから南下した、コンバウン王朝のアラウンパヤー王が、フランス召喚のあるシリアム港を占領し、救援に向かったフランス船2隻が打破され、200名のフランス兵が捕虜となった。ヨーロッパで7年戦争が始まると、インドでも英物の戦闘が再開され、イギリス東インド会社のロバート・クライブが、ベンガルにおける、 フラッシーの戦いで決定的な勝利を収めた。仏軍は英領マドラスを占領して一時は盛り返したが、結局、本拠地ポンディシェリを英軍に奪われ、1763年のパリ条約でほとんどのインド植民地を喪失した。ただ南インドのポンディシェリとシャンデルナゴルなどに非軍事的な拠点を占有することは認められた原ポンディシェリ連邦直轄領。 会社の船舶の大半はイギリスによって打破され、会社は破滅的打撃を受けた。戦後、会社の再建資金を調達したのが銀行家ジャック・ネッケルであった。しかし、会社の持つ排他的な特権は、重能主義者を中心とする自由貿易論者の激しい攻撃を受けるようになり、1769年、東インド会社は、ケープ伊島の商業特権が停止された。 インド貿易は自由となり、会社と国家との関係が整理されて、本格的な生産が始まった。会社は国王に、すべての植民地、動産、不動産、船体、船員を譲渡し、国庫は会社の債務を引き受けて、返済の義務を負い、会社に年利一、二百万リーブルを支払うことになった。以後、東インド会社は、貿易会社ではなくなったが、 戦団をアジアへ派遣する窓口としては利用された。莫大な負債を生産して会社は幕を閉じるはずであったが、1785年4月14日、財務相監カロンヌが新インド会社を設立して、事業は再建されることになった。王室財政の悪化を貿易収入によって補おうと考えたためである。新会社は旧会社の特権をそのまま引き継ぎ、 インドとケープタウニー等の商業独占、ロリアンコを届く、パリの召喚の利用権を得た。黒人奴隷の売買は、以後、会社の許可が必要になった。資本金は2、0000リー,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 ーブルで、2万株に分割され、1万4000株が株式市場に放出されたが、雇用商人、デスパニャック、ディエスパグナックがカロンヌと共謀して買い占めたために、 株価は80%と大した。1786年には発行株は倍化され、株式総会は年2回開催された。12人の理事は国王類16世によって任命されたが、実際に経営権を握っていたのは監督委員で、初代はブローニュ財政審議会委員、2代は財務総監ランベールであった。フランス革命が始まった頃、 英仏通商条約、イーデン・レ・ヌバル条約のおかげで、会社の事業は成功して、株価は額面を超えて上昇していた。大きな利潤を上げたので、配当は1株につき160リーブルがついた。しかし憲法制定国民議会では、インド会社が持つ特権がやり玉に上がった。1790年、ボルド代表が演説して、奴隷貿易の廃止には反対しながらも、 インド会社は商業の発展を阻害しているという理由で廃止を求めた。特権を擁護する意見もあったが全般的に自由貿易に傾いた憲法制定議会はケープ伊藤の商業独占を撤廃して再び自由化した。しかし特権会社でなくなっても貿易会社としてのインド会社はその後も経営は順調であった。1791年 新しい定管を定めて、以後はいかなる資金も領土も植民地建設には利用しないことになった。近代的な株式会社へと改組されたインド会社は、公益と株式の両方で利潤を生み、フランス革命戦争が始まるまでは、万事がうまくいっていた。戦争と恐怖政治は、インド会社を苦境に追い込んだ。1791年12月13日、 アッシニアの下落を助長する陶器への対策として、有価証券移転税が新設されが、インド会社理事は、これを不服として、ジロンド派の財務大臣、グラビエールの公認のもとに脱税を始めた。グラビエールは、インド会社の理事で大株主のバッツャクの友人であった。しかし、ジロンド派追放で後ろ盾を失った会社に、不正を追求する圧力が強まった。国民公会は、 インド会社を生産することにしたが、この生産で、旧時ロンド派系議員と、ダントン派の議員を巻き込んだ、大規模な買収と不正が行われた、インド会社を食事券。これが露見すると、多くが粛清されるか、投獄された。他方、1793年6月に、シャンデルナゴルが、8月には、ポンディシェリが、イギリス軍によって占領された。インド貿易は、 すべての拠点を失った。イギリスによる海上封鎖によって貿易活動は停止を余儀なくされた。テルミドールのクーデターの後、投獄されたインド会社の理事らは釈放されたが、会社は生産を進めた。1795年以後、国家に対する賠償と国庫への再建について長く争われ、1796年と1864年の二回、 再建の執行が当時の増床によって宣言された。1875年5月15日に最後の株主総会が開かれてすべて残余資産を分配して完全消滅した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。